茨城ロボッツダンスチーム RDT です。本日は、お集まりいただきありがとうございます。せっかく、今日見に来てくださった方もいらっしゃると思うのですが、ちょっとあいにくの天気のため本日ちょっとパフォーマンスをすることが、ちょっと難しくなってしまいました。申し訳ありません。ただ、私たちから、メンバーからあのメッセージをいただきたいと思いますので、はい、では最初ももからお願いします。はい、皆さんこんにちは。ルーキーのももと申します。初めましての方もいっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ私の名前とこの RDT を覚えて本日、お帰りいただけたら嬉しいです。ぜひ会場へお待ちしております。皆さんこんにちは、今シーズンで4年目になります、沙織です。今日はパフォーマンスできなくてとっても残念なんですけれども、こうやって皆さんのお顔を拝見することができて、それだけでもとっても嬉しいです。今月末ホームゲームがございますので、そちらでまた皆さんと一緒に会場を盛り上げられるのを楽しみに待っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。RDT2 シーズン目の有田と申します。よろしくお願いいたします。本日はあいにくの天気の中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日、ここにいてくださってる皆様の中には、おそらくこの茨城ロボッツの試合に来てくださったことがある方もそうでない方もいらっしゃると思いますので、少しだけ私からこのロボッツの試合の魅力についてをちょっとだけ説明させてもらいたいと思います。バスケの観戦自体がね、したことないという方もいると思いますが、バスケットボールの試合はものすごくスピード感があって点がたくさん入るので、ルールがよくわかんないなという方でも楽しめるのがまずポイントにあります。そして選手たちの大迫力のこの試合の熱量というのが間近で感じられるのがロボットの試合の魅力の一つです。さらに試合外の時間では私たち RDT やまたゲストのパフォーマーなどもたくさん試合をね、エンターテインメントで盛り上げていきます。特に演出は今シーズン見どころの一つなので、ぜひ今日ね、見られなかった分試合会場でパフォーマンスなども楽しみに来ていただければと思います。11月の末からホームゲーム再開となりますので、皆様とお会いできることを本当に楽しみにしております。本日はありがとうございました。では私からも、今シーズンバイスキャプテンを務めさせていただいておりますななみです。本日は本当にお集まりいただきありがとうございます。ホームゲームなんですけど、今月は11月の30日の水曜日に、アダストリア水戸アリーナにて19時5分ティップオフで仙台との試合があります。今日私たちもパフォーマンスできなかった分、ぜひぜひ、足を運んでいただければと思います。そして12月も試合盛りだくさんとなっておりますので、ぜひアダストリア水戸アリーナまでお越しください。 RDT みんなでお待ちしております。そして、今日は、こちらでパフォーマンスできなかったんですが、11月は来週再来週と RDT 出演のイベントもありますので、ぜひ詳細チェックしていただいて、イベントにも足を運んでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はグッズとかもたくさん持ってきてくれている方もいらっしゃって、本当に私たちも嬉しいです。本日はありがとうございました。また試合会場でお会いしましょう。会場の皆さん、どうぞ RDT の皆さんに大きな拍手をお送りいただきましょう。それでは11月の末のホームゲームから、RDT の皆さん、会場でパフォーマンスをする